こんにちは、素直サイズなおです。今回は先日試作中って言っていた羽織物の途中経過です。ストール状の前身頃と襟のところになるストール状のものは編み上がりました。体に当てながら長さを決めて、こんな状態になっています。新しい玉から編み始めて残りがこのぐらい、このぐらい残りました。重さを測ってみたらこれで 8.5g。 こっちのストール状の方は 90.5g、 足すと 99g でした。これが編み上がって、ちょっと長さを決めるのにどうしたらいいかなってすごく迷って、ハンガーにこう入れて持ち上げた状態でこの伸び具合を見て、半分が何センチに、何十センチになるかっていうふうに考えてみました。平置きの状態だと半分にした時に今47センチなんですけど、持ち上げると重みで生地が少し伸びて、半分に折って持ち上げた状態だと60センチぐらいになっています。これを首のところ、前に垂れてくるっていう風に こうつないで前に垂らす、こう肩、腕のところで前に垂らすっていうように、この裾のところを少し閉じるっていう形にしたいと思っています。そしてこちら背中の後ろ身ごろを編み始めています。この玉とは別にもう一玉持っていたので、もう一玉使いかけていた玉があって、それで編み始めたんですけど途中で終わってしまいました。なのでこちらとつなげて続きを編んでいこうと思います。後ろ身ごろはオパール毛糸 A ラインベストを作った時に裾を100目にして編んだんですが、今回はそこまで広くなくていいんじゃないか、そんなに長くお尻が隠れるようなデザインはしてないので
前は100目で61センチだったから10目で6センチぐらいかなって思って、80目最初90目で編んだんだけどちょっと広いなって感じはしたのでこのぐらい編んでたけど一回ほどいて80目48センチぐらいになるようにと思って編んでみました。広すぎなくていいんじゃないかなと思っています。さ測ったら48、9センチぐらいだったのでそんなに違ってない計算でいけてるみたいです。で8号の棒針で編んできて6号に落として20センチぐらい編んで今は3ミリ3号の棒針に変えてあと7、8センチか10センチぐらい編みたいと思っています。この辺が針の号数を落としたところだと思うけど今回はポコッとしないでうまくできてる方かな。この辺かな。ちょっとこの辺が編み目が緩くなっちゃってるんですけどそこまで目立たないかな。この段に結構上手に変えられたんじゃないかと思っています。あと10センチかな。だいたいトルソーにこう貼り付けて見てみたところもうこのぐらい編んだら後ろ身ごろいいかなって思ってるんですけどこれで足りないかもしれない。でも使いかけの同じ糸が測ったら 7.5g これで出来上がるといいんですけどどうしても足りなかったら何か違う糸を足して編むと思います。で今回は途中経過だけになっちゃうんですけど想像上ではすごくいいんだけど前も言ったけど実際くっつけて着てみたらダメだってなるかもしれないなって思ってます。あんまり期待しすぎないようにしたいと思います。自分ではかわいい、いやってなっちゃうかもしれないけどおすすめするほどでなかったらこれはこのまま自分の分だけになると思います。この海の青いクジラはもうこれでなくなっちゃうので寂しいなって思いながらでも形になったら
いいなと思います。ちゃんと形になるかはわからないけど、本当にダメだったらほどいて違うものを編みたいと思います。こっちはストールとしても使えるからいいか。こっちは違うのになっちゃうかもしれないけど、しばらくメリヤス編みが続きますが、一応8号の針で50目一玉使い切って、普通にストールとして使用できる長さのものが編めることは分かりました。もう少し目数を減らせば結構広いので、30センチ35センチぐらいあるから、ストールとして使いたいときは40目とか、長いのが好きっていう人は30目ぐらいでもいいのかもしれないですね。私の場合はこれは身頃、前身頃になる予定なので、ちょっと幅広に作っています。ちょっと短いけど、こうしてここをくっつけてペロッて、でここがちょっとくっつくみたい、こんな感じです。もうちょっと次はくっつけるところか、完成したけどどうなったか、どっちかになると思います。お楽しみに。今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。